キク・カイカメルマガ2019年3月14日お楽しみさまです一般社団法人カイカ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるようカイカより応援しています本日のカイカメッセージ国語0点ガチガチ頭人間が すべてとの一体を初めて感じた瞬間すべてとの一体感というとうわ怪しいとなりそうですが量子力学っていうところの素粒子の根源ゼロポイントフィールド側の感覚です実は私村松はかつてめちゃめちゃガチガチ頭でロボット息してないみたい 日本語のわからない人と言われたこともありました高校の時は国語の小説もセンター模試の50点満点中0点だった時もそれくらい気持ちを組む場を読むというのが分かりませんでした私の兄弟たちはこのことをよく知っていますその原因は私がネガティブ と世の中で言われている感情をひたすら封印していたからでしたつらい怒りこれを押し殺していたから例えばこの周波数帯を 100Hz とすると 100Hz の受信領域が壊れていたんですなので仲間が 100Hz を出しても受信ができない 体調が悪くつらそうな人にもそこに寄り添えない私はその人に「何つらがってるん?」という批判の心を感じながら口では「大丈夫?」と言っていました自分にも相手にもそのつらい感情を感じることを否定していましたつらいという感覚が分からなかったんですそれで多くの方を悲しませてきました その頃はあなたの内側に全てが存在していますとか全体とのつながり感とか分からず日々疲弊しては外からパワーをもらおうとしていました体人生などを通してつらいを封印してきたんですそれがいつ 全体体とのの一感感を感じたのかそれは2014年塾をスタートして1年ちょっととある強烈な悲しい出来事がありそんなのありえないと感じながらもある方からとにかく10日間誰にも相談せず誰にも語らず ひたすら悲しみを感じ尽くしてください。その先に答えがありますから。と言われました。悲しすぎて当事者の顔を直視できず、その人から逃げるように生活しながら、自宅の前が森なのですが、そこの森でただただ 座って泣く日が続くこと1週間ほど頬を流れる涙に触れる風が突然内側から湧き上がる幸せほっぺも風も空気も私のような変な感覚になり私が悲しい思いをしている相手に対してもその人を 応援サポートする側になってしまったんです変な強がりでも自暴自棄でも何でもなく絶対安心の中で大丈夫だからと相手を応援しているんです状況とすると私が悲しむ方向になるのに応援しているんですね 今までは一生懸命全てとの一体感を持って安心の境地で日々過ごしたいと思ってネガティブを封印することをずっと続けていてネガティブを感じることは意志が弱いからだとくらいに自分を厳しく叩いていたのですがその時は安心感や深いつながりが得られていませんでした。でも ネガティブを感じ尽くした先に安心感があったんです一つ間違わないでもらいたいのはネガティブを人や物にぶつけるのではなくて感じ尽くすんですあこれだけつらかったんだそこの仕組みは開花セミナーの動画 YouTube 愛と量子力学「開花」で検索してくださればご覧になれますまたこれはいつもの図で言うと悲しさや辛さイライラを封印したままだと私たちの体内のフォトンがそのヘルツだらけなのでその雲が熱い感じですそこを感じ尽くすと自分自身の そのネガティブを受け入れるだけの大きな愛がかかっているので雲が薄くなる状態になりゼロポイントフィールド直結常に安心安定心が潤う感じになるんですね先日のブログ「心の枯渇感ヒリヒリ」から心の潤い感へ にもあるように内側に存在しているんです読者でとても心温まる感想をいただきました以下読者の方ですどういうわけでしょう亡くなった大切な人も私も周りの皆さんも見えるものも見えないものもみんなつながっていて 一つだということが腑に落ちた途端に村松先生の記事がポンポン体に入ってくる感じがします大切な人を失い支えになってくれる人がもう私にはいないんだと絶望していましたが違うことに気がつきました今までしてくださったことやたくさんいただいた温かな思いが 私の中にあふれるほどあるので、いつでも涙が出てしまうありがたい愛を感じられます。しっかり今も支えになってくださっていました。以下、村松です。本当にありがたいことです。感想に大感謝です。 いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では、皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。